こんにちは、ニケです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回ですね、ブログや YouTube で以前レビューしてかなり反響をいただいたエイブルキャリーの13デイバッグ2024というモデルなんですけれども、以前の動画ではですね、こちらのですねコーデュラリップストップのモデルを詳しくレビューさせていただいたんですが、今回はですねこちらの X パックのモデルとも比較をしながらですね、違いやですね着用感ポイントについてまとめていきたいなと思います。はい、でこの2つのモデルなんですけれども、基本的なこうシルエットやデザイン、それから収納に関してはですね共通の部分が多いのでですね、ぜひこうパッキングだったりとか、細かい部分についてはですねぜひ前回の動画もご覧をいただいてですね、で今回の動画ではですねこの素材選びについて主に参考にしていただければなと思います。はい、一部ですね自分が今メインで愛用しているこちらのデイリープラスについてもですね触れつつ比べていきますので、ぜひですね購入前の判断材料にしていただければなと思います。はい、ここからですねこの2つのモデルそれぞれ詳しく見ていきたいなと思うんですが、基本的なシルエットや構造、収納についてはですねそれぞれ共通になっていて、スペック的にですね違っているのが素材、重量、価格っていうこのですね3つになります。はい、でこちらがですね X パックを使用したモデルになっていて、こちらがですねコーデュラリップストップを使用したモデルになっています。で重量がですねこちらの X パックが 690g で、こちらのコーデュラですね 650g ということで 40g ですね差があります。で価格に関してはですね X パックモデルが 33,000円、そしてコーデュラリップストップモデルが 25,300円と。はい、でこの3つの特徴ですね中心にそれぞれ詳しく見ていきたいなと思います。はい、まずはですね素材に関してなんですけれども、 X パックのモデルなんですが、こちらはですねセイルクロスという、ヨットの方で世界一のシェアを誇っているアメリカのですねディメンションポリアント社が開発をしたですね非常に強度、軽さ、防水性をですね兼ね備えた X パックと呼ばれるような素材ですね。このダイヤの格子状の模様がですね特徴的で、結構ねアウトドアだったりとかで採用されるようなですね、本格的なですね高機能素材になっています。で一方でですねこちらのコーデュラ素材に関してはですねアメリカのインビスタ社が製造販売しているような独自素材になっていて、ナイロンのですね7倍の強度を持つというふうによく言われたりするんですけれども、非常に耐久性に優れた繊維になっていまして、引き裂きとか摩耗にこう強く、かつこう撥水性もあるというところから、こちらもですねアウトドアでよく採用されるような素材になっています。はい、でどちらもですね素材というか特性みたいなものがあってですね、それぞれこう人によって魅力的に感じる部分、微妙に感じる部分っていうのは違うと思います。はい、でまずですね強度に関してはもうどちらもアウトドアでですね採用されるような水準で、普段使いデイリーユースする上では申し分なく素晴らしいですね。ここについてはもうどちらを選んでも間違いないと思います。ただ、デイリーユースではねほとんど気にするレベルではないんですけれども、一応ということでですね、この X パックなんですが、こちらはね3層の生地をですねこう圧着して作られるようなですね素材になっているんですけれども、ヘビーユースをしたりですね経年劣化による剥離と呼ばれるような現象があります。貼り合わせたですねこの3層の構造がだんだんとこう剥がれていくようなものなんですけれども、繰り返しになるんですが、デイリーユースではねほとんど気にしなくて大丈夫です。ただヘビーに使うとですね大体寿命的には 4,5 年ぐらい、そうでなければね普通に普段使いをバックパックとしてする上だったら、10年ぐらいは全然問題ないかなと思うんですが、寿命としてはね5年から10年ぐらいがこう目安になるというふうに言われています。はい、なんでどちらをね選んでも耐久性っていうところは素晴らしいんですけれども、強いて言えばですねややこうコーデュラの方が長持ちをしやすく、 X パックはね素材の特性上剥離がどうしてもね将来的には長い目で見れば発生するという感じですね。はい、で防水性に関してはですねこちらのコーデュラはですね全く防水性がないわけではないんですが、あくまで撥水というような感じなので、本降りのこう雨とかにねさらし続けると、どうしてもね染みてきてしまったりとか、最悪ね浸水みたいなところもあり得るというような感じですね。で一方でですねこの X パックに関してはですねもともとヨットの方とかでこう使われているっていうこともあって、かなり高い防水性能です。撥水ではなくてこちらは防水と言えるような品質になっています。なんでねデイリーユースであれば、ほとんどね、浸水を心配するような必要はないのかなと思います。ただですねこのジップですね、こちらに関しては止水ジップではなくて通常のジップになってますので、100% 守れるわけではないというところは注意が必要ですね。
で、素材のこの違いによってですね、最もまあ差が出てくる部分というのがですね、バックパックのシルエットですね。で、このエイブルキャリーというですね、あのブランド自体がバックパックのデザインだったりとか、シルエット、それから快適性の高さのクオリティがですね、本当に素晴らしく、まあ、無重力バックパックというふうにも呼ばれて世界的に今話題になっているようなブランドなんですけれども、自分もですね、今実際に複数モデルをね、併用してですね、愛用しているような理由にもなっています。で、そこにまあそれぞれね、素材の特性が相まって、まあ、最終的なバックパックのシルエットが変わってくるんですけれども、まあ、今見ていただいてね、なんとなく分かると思うんですけれども、それぞれ今空の状態になるんですけれども、まあ、特にね、空だと分かりやすくて、何も入っていない状態だとね、こんな感じの差になっています。まあ、今ね、あの机の平面の上にバックパックそのまま置いている状態で、まあ、重力がねかかっている状態っていうのもあるんですが、まあ、どうしてもね、コーデュラリップストップの方が、まあ、こんな感じでね、ペタンという風になりやすい感じで、Xパックはですね、中身が空でも、この生地の張り感というかね、本当にこう素晴らしい見た目になっているんじゃないかなと思います。はい、なんでね、荷物がね、やっぱりこう少なめで多少こうカバンに空きのね、ゆとりが出てしまう方だったりとか、あるいはバックパックのですね、フォルムデザインというところに重きを置かれる方はですね、この X パックのモデルがですね、かなり魅力的に見えるんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、 X パックの方が単純に優れていて、コーデュラの方が劣っているかというとですね、そうではなくて、あくまであの特性なんですよね。こちらはあの張り感があってシルエットが綺麗っていう見方ができる反面ですね、まあ、ややですね、生地感が硬くパリパリしているっていうような捉え方もできます。対してですね、こちらのコーデュラの方が生地がですね、まあ、しなやかで、まあ使いやすかったりはするので、また後ほどですね、詳しく着用感も見ていきたいなと思うんですが、まあ、手触りがね、しなやかだったりとか取り回しがしやすいっていうような特徴もあります。X パックはね、どうしても生地が硬いので、まあ、こんな感じでね、バリバリとするような感じがあるんですけれども、はい、あとはね、後ほど着用感で詳しくご紹介するんですが、体へのこう馴染み方だったりとかフィット感っていうのは実は、コーデュラの方が上だったりします。X パックもね、もちろん着用感は素晴らしいんですけれども、まあ、特にね、この素材が使い込んで少しこう柔らかくなってくるまでですね、購入してしばらくは硬く感じるかもしれないです。はい、で、見た目的なですね、観点でいうと、この X パックに関してはですね、ややこうアウトドア感がありすぎるといったようなコメントがいただいた中でありました。で、僕個人としてはですね、そうでもないかなと思うんですけれども、まあ、確かにね、ビジネスシーン、スーツにこう着たりとかっていうような用途も考えるとですね、やはりこの X パックよりはこちらの方がね、若干ではあるんですけれども、ややこうフォーマル寄りなのかもしれないです。で、あとはですね、まあ、以前にこの13の使い方の一つとして、まあ、こんな感じでね、コンパクトにしてこうスーツケースに入れて持ち運んで出先でこう展開するっていうような用途もご紹介したんですけれども、まあ、そういう意味ではですね、やはりこのコーデュラの方がですね、まあ、X パックよりもコンパクトにしなやかに、まあ、狭いですね、スペースに収まってくれやすかったりとか収納はしやすいなと思うので、こっちの方がね、運用しやすいと思います。で、個人的にね、ちょっと違ってるなと思ったのは、この背面パッドなんですよね。こちらが X パックの背面パッド、こちらがですね、コーデュラリップストップの背面パッドですね。はい、で、13はですね、まあ、軽量さと快適性のバランスを担保するためにですね、この背面に関しては他でね、使われているようなクッション素材とかはあえて採用されていなく、比較的シンプルな作りになっているんですけれども、これも多分素材の違いからだと思うんですが、ややこちらの X パックの方がですね、比べてみると若干こう肉厚に見えるというか、まあ、実際に着用してもですね、まあ、そんな構造になっているような気がします。重量の違いについてなんですが、この X パックがですね、 690g で、こちらのコーデュラが 650g ということで、まあ、40g の差になるんですけれども、どちらもバックパックとしてはですね、相当軽量な部類です。で、軽量コンパクトなバックパックってね、大事なところがこう簡素化されてしまって心もとないモデルも多いんですけれども、まあ、そんな中ね、この13は軽量なんですが、まあ、しっかりこうハーネスがね、肉厚なものがねついていたりとか、まあ、強度面でもね、安心感があって、まあ、本当に妥協がなくですね、まあ、機材量も含めてですね、安心して日々持ち運べるのが最大の魅力なんじゃないかなと思っています。この2モデルに関してはですね、まあ、重量の差はですね、そこまで気にしなくていいんじゃないかなと思います。まあ、ただやっぱりね、このコーデュラリップストップのモデルの方が、まあ、よりというところなんですが、まあ、声に出るほどですね、軽っていうような衝撃はあります。はい、で、次にですね、まあ、価格面ですね、こちらの X パックが33,000円、そしてコーデュラリップストップが25,300円というところで、まあ、正直ね、結構差はありますよね。まあ、どちらも間違いなく安くはないと思います。
まあ、ただ細部の作り込み、快適性の高さ、コンパクトバックパックとしてはですね、もう敵なしと言っていいぐらいですね、これ以上ないほどに完成度高くなってますので、まあ、総合的にはですね、自信を持って高くない料金設計だというふうにお勧めできるかなと思ってます。で、少しね、別な観点で考える点があるとするとですね、こちらの X-Pack ですね、33,000円のモデルなんですが、この価格帯になってくるとエイブルキャリーのですね、フラッグシップ的な位置づけにあり、まあ、今自分がメインで愛用しているですね、デイリープラスも範疇に入ってくるんですよね。はい、こちらが、まあ、今自分がメインでですね、愛用しているデイリープラスというモデルなんですが、まあ、これがね、だいたい35,000円ぐらいの価格帯なので、こちらもね、選択肢に入ってくるんじゃないかなと思います。はい、でこの2モデルどちらも X-Pack なんですが、判断する上で一番ポイントになってくるのがですね、容量の部分ですよね。この13はですね、13リットル強なんですけれども、デイリープラスはですね、21リットルというところでかなりサイズアップします。で、自分の場合はですね、まあ、カメラだったりとか、まあ、機材だったりとか、割とこう荷物が多くなったりしやすいので、まあ、今このね、21リットルというこのデイリープラスがですね、ストライクど真ん中みたいな感じで一番頻度高く愛用しているんですけれども、そこまでいかないっていう場合はですね、13の方がですね、ベストというふうに感じる方も多いんじゃないかなと思います。はい、まあ、13リットルのですね、コンパクトモデルなんですけれども、実は収納力もこれかなり高いんですよね。はい、まあ、収納スペースやね、内観に関しては、まあ、このコーデュラのモデルと全く同じなんですけれども、14インチのね、パソコンまでが入る PC スリーブだったりとか、まあ、この PC スリーブのね、裏側に関してはこのマイクロスウェードというか柔らかい素材になっていて、機械に優しいような素材が採用されていたということですね。あとはその手前、11インチまでのタブレットが入るスペースであったりとか、上部のですね、デッドスペースになりやすいようなところをですね、ポケットがしっかりついていたりとか、本当にこのコンパクトなサイズの中にですね、必要十分な機能というのが備わっているなと思います。はい、でこちらのね、13の13リットルの容量でも、まあ、普通にね、荷物がそこまで多くない方であれば、一泊のね、旅とか出張とか全然こなせるようなサイズ感になっているので、まあ、確かにこのね、デイリープラスも選択肢には入ってくるんですけれども、まあ価格が近いから単純にこのフラッグシップを選ぶってよりは、そこに関してはね、まあ、容量とか用途に応じてですね、選ぶのがいいんじゃないかなと思います。はい、でちなみに1個違う点としてはですね、こちらのデイリープラスに関しては13と違ってですね、こちらは止水ジップじゃない通常のジップなんですが、デイリープラスは止水ジップになってますので、カメラだったりとかね、まあ、機材関係の持ち運びに結構ね、気を使うっていうような方はですね、やはりこのデイリープラスの方が、まあ、汎用性とかね、も含めておすすめできます。はい、次にですね、X-Pack コーデュラーそれぞれですね、着用感について見ていきたいなと思います。はい、まずはですね、こちらが X-Pack ですね、何も入っていない状態、空の状態で着用してみたいなと思います。空の状態だと、まあ、こんな感じのシルエットですね。はい、はい、次にですね、こちらのコーデュラーのモデルに関してもですね、同じく空の状態で着用していきます。はい、何も入れてない状態ですね、こんな感じの外観になってます。はい、まあ、こんな感じですね、やっぱり何も入れてない空の状態だったりとか、多少こう荷物にゆとりのある状態っていうのは、この X-Pack とですね、コーデュラリップストップのモデルで結構違いが出てくるかなと思います。やっぱりコーデュラリップストップはですね、生地が多少こうしなやかな分ですね、今これ、そこそこ形状維持できているような状態になるんですけれども、まあ、ちょっとね、こう力を加えてあげたりとか、負荷がかかったりすると、まあ、こんな感じで、多少こうベコベコは凹みやすいので、まあ、それによってね、コンパクトになるっていうような部分もあるんですけれども、まあ、やっぱりこうシルエットのね、形状維持っていう部分というと、はい、まあ、こちらね、X-Pack のモデルの方が、張り感も強くて、まあ、多少中身にゆとりがある時もですね、綺麗にまあ保ってくれるので、まあ、バックパックのですね、フォルムとかデザイン、シルエットをですね、重視される方にとってはやっぱりね、この X-Pack の方が魅力的になっているんじゃないかなと思います。はい、今度はですね、それぞれ荷物をある程度詰めてですね、着用してみたいと思います。はい、まあ、こんな感じで、ガジェットポーチだったりとか、はい、ショルダーバッグですねとか、まあ、この辺のですね、荷物を詰めてみたいなと思います。はい、そこそこですね、重量も出た状態でこちらですね、 X-Pack のモデルを着用していきます。はい、今ある程度ですね、荷物を入れた状態の着用感はですね、こんな感じの見た目になってます。
はい、次にですね、全く同じ荷物で X パックからですね、コーディラの方に移し替えて着用していきます。はい、ある程度ですね、荷物を入れた状態の、コーデュラリップストップモデルは、こんな感じの着用感になってます。まあ、先ほどね、シルエットが崩れやすいというふうには言ったんですけれども、まあ、ある程度ですね、荷物さえ、入れてしまえば、結構ね、綺麗なデザインにはなっているかなと思うので、はい、いいんじゃないかなと思います。で、シルエットはですね、全く同じなんですけれども、X パックの方がね、ややこうなんていうか、角張ったようなですね、デザインになっているというか、ややこう、スポーティーで、シュッとしたような印象がありますね。こちらの方がね、全体的に、なんて言うんでしょう、ややこう丸みを帯びているというか、曲線的なデザインに見えるんじゃないかなと思います。はい、で、着用感に関してなんですけれども、結構ですね、この X パックのモデルと違っているので、そこに関してはですね、ポイントになってくるかなと思うんですけれども、やっぱりね、生地がこちらの方が硬くて、特にね、まだこう使い込んで、そこまでこう馴染んでいる状態ではないっていうのもあるんですけれども、コーディラの方がですね、しなやかで、体にこうフィットしやすいっていうのもあるんじゃないかなと思います。特にですね、こんな感じである程度、荷物を入れた状態ですね、この時にこう荷物の重みでですね、この背中と、うまく、フィットをしてくれてですね、よりこう一体感が、出やすいっていうのは、どちらかというとこのコーディラの方があるんじゃないかなと思います。どうしてもね、張り感があって、シルエットをきれいに保ってくる分、多少ですね、ごわつきはどうしても出てしまいやすいというか、そういった、両面があるんじゃないかなと思います。ただね、先ほど見ていただいたようにこの背面の部分のクッション性に関しては X パックの方がですね、割とこう厚みが出ているかなというところもあるので、カメラだったりとかね、パソコンだったりとか機材関係の持ち運びが多い方っていうのは、どちらかというとこの X パックの方が防水性も含めてですね、安心感は高いのかもしれないです。はい、というわけでですね、迷う方も多いこの X パックモデルと、コーデュラリップストップのモデルなんですけれども、いかがでしたでしょうか。何度もお伝えをしている通りですね、やや価格は張るんですけれども、この、コンパクトなサイズでですね、ここまで完成されたモデルっていうのは他にないと思いますし、逆に言えばね、素材違いで選ぶことができるっていうのも一つこう魅力になっているんじゃないかなと思います。で、実際にユーザーの、評判も軒並み高くて、で、自分もね、愛用させてもらってるんですけれども、ぜひですね、今回の動画を参考にご自身に合ったモデルを選んでいただければなと思います。はい、というわけでこのチャンネルではですね、アウトドアミニマルライフをテーマに魅力的なブランドアイテムのご紹介をやっていきますので、ぜひですね、チャンネル登録やいいね、 SNS のフォローなどもよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。